アントワー・ヌアルグー、アントワー・ヌアルグー、アントイ・ネア・グード、1914年6月26日から2004年6月10日は、フランスのボージュケン生まれのフランス陸軍軍人、筆跡学や、アルジェリア戦争において、アルジェの戦いやその後の反乱行動の中核的人物であった。ボージュダルネーで生まれ、物心ついた頃には、第一次世界大戦が終結し、 アルザスイコール・ロレーヌはフランスに復帰して愛国的な雰囲気の下で少年期を過ごした。1934年、エコール・ポリテクニークに入学後少尉に任官。卒業後は、騎兵科将校として当時新編されたばかりの自動車下級兵連隊に配属される。この頃からフランス陸軍内において知性的で優秀な将校と見られるようになっていた。 1940年のナチスドイツのフランス侵攻時には植民地モロッコに勤務していた。アルグーは軍を一元的統制のもと存在すべきであると考え、シャルル・ド・ゴールの自由フランスには参加せず、ビシー政権の主犯フィリップ・ペタンをフランスの被護者とみなし、忠誠の対象とした。この姿勢が後の反、ド・ゴール活動の源となる。 1942年11月8日に連合国軍による統治作戦が始まり、ある軍は北アフリカ中流軍の投降と同時期に自由フランス軍第二機構士団に勤務することとなる。その後、第二機構士団はチュニジアに進撃をし、パリの解放を行う。戦後はソミュールにあるに入学し、高級将校としての見識を深める。士官学校を卒業後、 元帥の爆量に抜擢された時は当時、フランス陸軍最年少の大佐であり、暴力戦の専門家、知性派にして最高級の戦略家と見られていた。陸軍の編成の改革に乗り出し新たな脅威となりつつあった核戦争に対応できるようペントミック手段の変形型の研究などを実行入していた。このようなことから、秘密主義、禁欲主義、共振的人物として、 軍内部において批判の対象となることがしばしばあった。例えば、アンドレ・ボーフル将軍による評価では、物事を客観的に見ることができず事故の考えを主張するだけで、上官の権威を意図的に無視する問題人物とみなされていた。アルグーは1954年11月1日のの、後、第7期講師団霊下の一個旅団を改編資格。 戦争対応部隊実験を開始した。アルジェリアにおいては1956年に第三アフリカ両兵連隊の連隊長に就任。その後第10落下山師団三望長として大反乱作戦に腕を振るっていた。しかし、同時期の将校たちとは一線を隠すほど冷酷かつ無慈悲であった。アルジェの戦いと並行してアルジェ近郊のラルバ兵定作戦の際には、 ストライキをしていた商店のシャッターに、戦車砲を至近距離から射撃したり、逮捕者に対する拷問や、公開処刑すら行った。アルジェの戦いの後、フランス本国に転属したが、1959年秋に、アルジェリアに戻り、第十落下三師団参謀長に復帰した。この頃には、反、ドゴール派として、パリの政策を公然と批判し師団長。 ジャック首相軍に強い影響を及ぼしていた。アルジェリア総督代理ポールドルーブリエに対しては、会議の席上でその政治姿勢を、気上の空論と言い放ち、現場で、住民たちと接触している軍が現実を知っていると、強烈に非難するありさまであった。さらにピエノワールの極右活動家、ジョゼフ・オルティスなどと接触を持ち始め、次第に、軍の指揮系統から逸脱し始める。 1960年1月、マッシュ師シ団長解任事件に橋を発するバリケードの一週間において、アルグーは、大佐ソビエトと呼ばれる、商工団を率いて、公然、非公然と、極右過激派、ウルトラに支援を与え、騒乱中心的人物として、行動し、ドゴール排斥を狙ったが、ドゴールの断固たる態度と出動部隊の交代により、陰謀は和解した。その後、責任を問われ、 フランス本国に召喚されたが、軍法会議にかけられるとはなく地方中東地への左遷にとどまった。この間には、イーブ・ゴダール大佐などと密会を繰り返し、来たるべき反乱の準備をしていた。最も反乱の指導者として担ぎ出そうとした、マシュ将軍の説得には失敗した。そのため代わりに、共和社会主義的軍人とみなされ、軍部民間を問わず尊敬と名誉を集めていた。 モーリス・シャール賞に接触を開し、必要に説得を繰り返した。1961年4月、将軍たちの反乱が始まり、アルグーはまだ態度を決めかねていた、大イコールラン県管区司令官、プーイー将軍の説得に、ギャルテ大役将軍と共に向かった。しかし、ここで、司令部の将軍全員が反対の姿勢を決め込み、アルグーは同行していた。 マスロー大佐に逮捕を命じたがマスローは、プーイーとの個人的つながりによりこれを実行しなかった。時間の経過とともに反乱部隊の破色は悪くなり、開始から5日目にしてが開始、アルグーはカナリア諸島へ逃亡し、5月1日に取り行われた欠席裁判で死刑判決を下された。スペイン国内にて潜伏中のところマドリードにおいて、結成された秘密軍事組織、 OAS に接触、スペイン国内に泊まり OAS の活動を自らの意のままに統制しようと試みた。1961年8月には OAS 中央指導部と称する OAS 本体と競合する組織を作り、中心的指導者であったラウル・サランに対してアルジェリア領内では問題は解決せず、すでに地球規模、 政府単位での闘争と訴え及び交渉を必要としていると主張する。1962年5月、元首相のジョルジュビドー、元総督のとともに抵抗国民評議会を結成、ド・ゴールとの全面対決に移った。しかし、アルジェリア領内やフランス本国で行われたド・ゴール暗殺画を含めた隠しテロリズム活動は、治安当局の強力な行動と世論の支持を失い、 下火になりつつあった。このような情勢の中、次第に追い詰められた、アルグーは、ビドーと共に、西ドイツバイエルン州に命した。バイエルン時代のアルグーは、イギリスの軍事評論家ベージル、リデルイコールハートと手紙を通じての意見交換が行われた。そして1963年2月初頭、アルグーは、ロンドンにいる、リデルイコールハートに直接会って話をしたいと手紙を送った。 だが、リデルイコールハートとの会談は実現しなかった。ローゼンモンターク祭りの最中のミュンヘンのホテル内にて、アルグはフランス国家警察の秘密行動隊に拉致され、数日後パリ警視庁傍らに駐車中のライトマンの中から縄で拘束された状態で発見、保された。なお、この一件は戦後独仏関係における主権侵害を伴う最悪の事件とされる。 1963年12月、アルグーは終身刑を言い渡され刑に服した。しかし、1968年の5月革命後の6月にドゴールの恩赦により釈放された。その後アルグーは故郷の村に戻り、筆跡で人物の性格はわかるという信念で、地元の裁判所で筆跡学者として勤務し、名を挙げて再婚もする。 1974年に解雇録を発表し、テレビで数回インタビューされ、フランスの大敗を非難した。2004年6月10日に亡くなるまでピアノを弾いて、過ごすなどして、余生を送った。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。